んは、さやざきです。嫌な天気でしたね。今週ももう終わりですよ。皆さんいかがお過ごしでしたか？今はもうまったりなのかな、それともお仕事でしょうかね。この時間ってさ、いろんなテレビやってて、私も結構時間があると作曲もしながら、その間にはあまり外出もせず、ずっとお家の中で本読んだり音楽聴いたり、あとはテレビっていろんなのあるんだね。最近 OL とか奥様よりもテレビ詳しくなっちゃったかも。今はあのヒーロー、皆さんねご存知の木村拓哉さんですね、テレビに出てもう思いっきり特集やってますね。みんな木村拓哉って好き？どうだろうね。やっぱりさすがスマップですね。私はもうどっちかって言ったらセクシーゾーンが好きです。変な話してますね。本当に今週は一番素敵な雨と湿気、そしてスペシャルな台風というですねプレゼントをいただきまして、私は大迷惑です。どうだろう皆さん。さてバックグラウンドミュージックもだんだん夜な感じですね。週末みんな一人でいるのかな、それとも家族恋人かな。なんかこういった時間ってさ、今ってそうだね10時前ぐらいですね、21時54分なんだけど、もう外は暗いしね、一人の人はちょっとおセンチになったりとかね、今までの出会いとか別れ、今現在進行形のラバーなんかも、それはもう男子女子関係なくね、吐き出すと何でも出ますよね。そういうのが言える友達っているとやっぱり幸せだと思う。皆さんいろんなラバーが聞いてくれると思うんだけど、どうですか、泣いちゃう恋愛とかあった？ウキウキもあった？そりゃあるよね。私だって一応あります。まあ極端に言うと、別れは出会いの始まり、出会いは別れの始まり、始まれば終わる、そして終わったらまた始まる、これがきっと人間の図式なのかなと思ったりします。強がってますけどね。まあでも私はこういった音楽というとっても素敵なプレゼントを神様にもらったので、音楽と結婚してるつもりです。つまりラバーたちとの結婚してるつもりです。キモい？でも本当にみんな大好きな気持ちです。素敵な週末を。